お疲れん。お疲れ様です。ポストしようと。メールもね、さっき送ったからもうちょいで届くはず。しっぽのメール送った。何にしよう、いつもなんか一言つけてるけど、何にしようかな。何にしようかな。お腹が鳴った。聞こえた聞こえたかな。 HP 大丈夫そうですかって。HP 不足気味にしとこ。充電HP 不足気味。こんばんは、こんばんは。皆さん今何タイムだった？の音聞こえたか。お疲れ、お疲れ。メガイちゃん、お日様さやかりんって久しぶりなあ、嬉しい嬉しい、久しぶりや。元気かい待って、お腹の音聞かれたの。ポーションがそう欲しいですね。テレビ見てる？寝落ち仕掛けてた？お風呂上がりタイム早いね。あ、でもそっか、お風呂ってご飯食べる前に入る人も多分いるよね。よいしょ。寅さん大好き、ありがとう。雰囲気がなんか違うって、なぜどうして。ゆずきちさんも猫ありがとう。かずさんも猫ありがとうございます。そう、カメラちょっとね、画角いろいろ施して見下ろさない画角にした見下ろさなくて済む画角にしたよ。なんか多分今ちょうど正面ぐらいかな。ズッキチさんも猫ありがとうございます。あ、そう、私今日猫になってたんだったそう、今日はね、お話し会ありがとうございました。ヤンカーさんも猫ありがとう。だからか猫ありがとう。ツナさんめちゃ可愛い、ありがとうございます。
ね、がいちゃん。また話そう。また話そうね。ちょっと連絡しよう。イコルさんも猫ありがとう。今日はちょっとね、お話し会が猫の日だったのでHP が不足中ですけど、山井さん大好き、ありがとう。リギータさんも猫ありがとう。カレーさんも星10個ありがとうございます。猫耳はもうここではせんよ。そう、実はね、尻尾もついてて、手もあって鈴もあったから、ちょっとレベルアップしてたんですけど、ここではせんよ。もうお話し会限定、話し会限定よ。今日もありがとうございました。楽しい一日でした。マイリンガルさん猫ありがとう。シュイチさん大好き大好き。そう、だから尻尾のメールね、送った。尻尾も写ってる写真を送ったんだけど、届いたかな。届いてない、届いていないわ。さん大好き、ありがとう。お地球さんも猫猫猫ありがとうございます。今日のお話し会は猫扱いしてくる人に怒ってた。そう、自分が猫してるくせに猫扱いされたら怒ってた。やめてくださいっつって。あずささん大好き、ありがとう。威嚇してた。でも確かももちゃん、そう、ももちゃんも今日猫だったし、あいこさんもでも耳はつけてなかったのかな。なんか肉球のついたメイドさん来てたから、まあ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 って思って。あ、メール来た？尻尾メール来た？尻尾メール。こんばんは。こんばんは。あるでしょ。しっぽあったぜ。まあ
写真を写真を撮るときだけしかつけ尻尾をつけてないのはここだけの話。確かに天使の尻尾以来ですね、尻尾がついたのは。持ってるだけやないよ、ちゃんとつけてるよゆらちゃんが服に特に安全ピンで穴を開けないようにめっちゃ頑張って、その後ろにこのお洋服なんかあるんですけど、紐になってるとこがあるんですけど、そこにうまい具合につけてくれてめっちゃ頑張ってつけてくれた。お疲れさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。安全ピンでとかいうのがちょっとなんか夢がない話かなって思って、一瞬言わない方がいいかちょっと悩んだそう、本当に私に尻尾が生えてるってさ、そう思った方もいらっしゃったと思うのできっといらっしゃったので、ちょっと一瞬もしね、話のちょっと安全ピンとかちょっとどういうことって思った方はもう深く考えなくて大丈夫です深く考えないで、全然そうあれ、今のどういう意味だったんだろうって終わってて、ケンちゃんありがとう、10個ありがとうございます。こちらこそありがとう。おやすみメール送ろうか。そう、なんかさ、リアルお話し会の日さ、ツーショット、次のリアルお話し会、広島のリアルお話し会の日、普通のお話し会はリコちゃんと、そう、その日はリコちゃんとね、お揃いというか、とあるリコちゃんとシークレット何かしらしますっていうプラン立ててて、でもツーショット会は猫耳にゃんありますみたいな、にゃんにゃんにゃんの日付近だったからそうしてたんですけど、でそれ決めた時はリコちゃんとまだ何をするか決まってなくて、だからまあなんか可愛い感じのお洋服で合わせたら猫耳も合うかなって思ってたんだけどちょっとまだ何をするかは言えないんです、秘密なんですけど、シークレットなので
なんか猫耳絶対合わんよなっていう絶対合わんよなっていうもので、お揃いというか、なんだろう、合わせることになったので、ちょっとね、まあつけるけどちょっと世界観崩れそうっていうことだけ言っとくね。すごい、え、どういうことみたいなツーショットになるんですけどそれ、その服に猫耳ってどういう状況みたいなことになっちゃうと思うんですけど、ちょっとそこはそこはちょっとね、もう許してください。そう、カオスな感じになると思う。猫が合わない服装なんてあるのだろうかって、それがあるんですね。それがあったんですね。お楽しみに。でもちょっとね、そのリコちゃんと2人でお揃いにする服着るの楽しみ。うん、憧れあったので楽しみです。気づくかな、どうだろう。お楽しみに。2月24日、あ、もう1週間もないんだ。来週の土曜日だね。わお、来週はなんかもうあっという間に過ぎそうな気がする。多分ね、想像できんことと思う。 CA さんとかあって、空手の道着とかあって。確かに空手の道着と猫耳は合わんすぎるねそれは確かに合わない、びっくりするは楽しみ。私が提案したってことになるのかな。いろいろ話してて、リコちゃんとメッセージでやり取りしながら話してて、これとかはあって、そう、私が言い始めたかも。でももともとね、それしたいねみたいな話はしてたり、前にしてたりはあったんだけど、ちゃんがさ、合わせようって言ってきてさ、提案してくれた中にめちゃめちゃ面白いのがあってめちゃめちゃ面白かったのがあってさ、それ私一人で家でそれ見てずっと笑ってたんだけどさこれだあの千と千尋のさ一人が千の、あの、なんて言うんだろう、あの服なんて言うんだろう、袴じゃないけど、その旅館で働いてるところの服、着てて、で一人が顔なし で、そう、画像2枚送られてきてさ、これしたいって来て、これとこれしたいって来てえ、待って待って
そう、顔なしってもうさ、もう真っ黒のあれで、そう、お面かぶるんよ。え、待って待って、え、どっちがどっちってなって。なんて返したっけな。あ、そう、めっちゃ面白いって返して、私顔なししようかなって返してる。そうだから、そうなる可能性もあった。いや、ちょっとやりたかったな。みんなさ、こうやってあのレーンに並んでくださってて、こうメンバーがさ、あの金庫観光に入ってきてさ、急にこうレーンに顔なしがやってくるんだよ。みんなびっくりするかな。あのみんなさ、可愛いお洋服着てたり、コスプレだったりするこうメンバーが一緒に入ってきて、一人その中に顔なしが混じって。あ、それやりたかったな。冷静に考えたらめちゃめちゃ面白いやん。あ、やりたかったかもしれん。いつかやるかも。そう、本人かどうかも分かんない。そうだから、顔なしだから、そう、喋らんよね。金吐いてほしいって。金出すかもしれん。カエルの声で話せるって、そうね、カエルをカエルを飲んでいたら声で話せるね。線を出せ。こんなんだったっけ。こんなんだったっけ。あ、割と逃げた。線を出せ。線はどこ、どんなこと喋ってたっけ。線はどこだ。線を出せ。線を出せ。うん、じゃあこの声では喋ろうかな。おい。お前誰だ。よかったかも。それでもよかったかもしれん。ちょっとそれでもよかったな。でも残念ながらね、それではないので。確かに一日この声で話してたら喉が一日もたんねん。そうっていう案もあったりしたんですけど、残念ながら今回は違うので。うん、楽しみ。ようちゃんさん、チョコレートありがとうございます。ツーショットもそうよ、顔なしよ。あ、面白いじゃん。椅子にさ座るから、あの電車のシーンみたいでめっちゃ良くない？みんなもやりたいでしょ。みんなもやりたいでしょ。え、本当にしたいかも。したいかもしれん。どうしよう、どうやったらできるん。
やったらどうなるんやろ、なんか言われるんかな、ちょっと顔は出してくださいとか。え、でもそれも困るな、顔出してって言われてもさ、もう多分ここもう真っ黒のさ着てるからさここだけ出てさえ、逆にちょっと困るかもな。あ、かぶり物じゃなくてメイクにしたらいいんじゃない？顔をさ白く塗って、ここに黒黒で描いて、だったらだったら、あ、だったらいけるんかな。幕張の幕張のお話し会の私のプランは可愛さに全振りの日ってしてたんですけど、いいかもしれん。お休みメール、あ、57分だって、ありがとう、教えてくれてありがとうございます。メール送る、忘れるとこでした。メール、メール、ヌヌヌヌヌヌ、よいしょ、下書きしてたよ。よし、送った。下書きしてたから間に合った。やばい、また下書きしてただけで褒められてる。どうしよう。時のメール打つのめっちゃ早いよね、メンバーさんって。そうかも、結構この10時になるこの時間帯にまだメンバーといた時とか、みんなもうこの時間タタ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 ってタタ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 タ、写真って間に合ったって。そう、みんなもメールガチ勢になってる。どうなんやろ、確かに STU に入ってから文字打つの早くなったかもしれん、分からん。あ、そう、たまに間に合わん。うん、もう悔しいんよ待って、1分になっちゃったって言って、待って、もうあと送信押すだけだったのにみたいな。メールって送ろうとして、あ、待って、ここ、あ、言葉間違ってるとかなって直したりしてて、待ってみたいな。それとかなんか送信押したけど写真を読み込む時間とかがちょっと長くかかっちゃう時とかあって、写真の枚数が多かったりとかしたら長くかかっちゃって、あと電波が悪かったりとかだったら、もうその時間で
もう送れなくなっちゃう時とかあるので、あるありますね。新幹線の中とかでそのお話し会の終わりとかフェスの終わりとかメール打つことも多いんですけど、なかなかもう全然読み込まん時ある。もう5分とかもうずっとこう読み込む画面で置いててももう送れない時とかあるね。そういう時はそのもう駅とかに着いた時に送るしかない。こんばんは、こんばんは。はじめまして、はじめまして。新幹線は Wi-Fi は使ってない。使わなくても送れないとき送れない。じゃあ、メールが届いたら、届いた頃に終わろうかな。今日すごい寒かった。なんでだろう、広島自体が寒かったのかな。寒かったんだ今日。話してる時寒くてずっと画面に映ってない下ではめっちゃ毛布かけてた結構みんなそうだった。今日は暖かかったの。もやし生活さん、猫ありがとうございます。そう、やっぱり私のヘアアイロン壊れた説ある。今日もその話し会の会場にヘアアイロン持ってってたんだけど、一番初め使う時はどんぐらいかな、3分間ぐらい格闘したら電源ついて、
もうその次の空きの時間とかに、あ、ちょっと直そうって思って髪型を電源つけようとしたらもうつかんくて、そう、電源のそのボタン、スイッチボタンの場所が反応しなくて、もう一回ついちゃったら全然温度変えるとかはすぐできるんだけど、うーん、悲しいよ。立花隼人さん、猫ありがとう。山井さん、大好き、ありがとう。そう、買ってからまだ1年も経ってない。ヒューダヒャンさん、大好き。もやし生活さん、大好き。え、どういうこと？根元が断線してるかも。どういうこと？そう、保証書多分あるんよね。そう、それを私は捨てたかもしれないそう、ちょっと待って、まだ諦めてない。ちょっと探しますというというね、話なんですけど、そっか、1年保証はあるんかいや待って、でもさ、待って、いや壊れるとか思わんやんだ壊れるとか思わんやん、思わんやん、壊れるとかって言いますよね、って言いますよね、捨てた人はそういう言い訳しますよね。いや、ちょっとそうよ、忘れてた。だからもう明らかに壊れている感じなので探します。探します。そうなんだ、修理に出す、修理に出したら治ることもあるか。7000から1万くらいするの。なるほどね、修理に出そうかな。保証書があったらとりあえずもういいってことか。じゃなかったら修理に出そう。新タンタンさん、猫ありがとうございます、ありがとう。メール来たメール来た。部屋からメール、え、私も来た。
かな。少し短めでしたけど、私は今からダンスをします。立ち位置を覚えるの会を開くので、明日めちゃめちゃいろんなののレッスンがあるの。だから一日ダンスデーなんですけど、3個それぞれ違う瀬取りのレッスンがあるからちょっと今から脳を起こして頑張ります。そう、フェスとかイベントのレッスンね、混乱しそうよね。あれ待って、これこの時は次の曲あれなん どっちだっけみたいなえ、そうメールにも書いてるんだけど、そう、もしもう眠すぎた、ちょっと待って、これ今日は脳が無理だって思ったら明日の朝にします私もう早く寝て、もうすごい今すぐできるだけ早く寝て明日の早朝に回す手もありだけど、まあ夜に行けそうかな。夜に行けそうかな。そう、でも明日の自分に任せる手もある。でもそれは起きれんかった時がね、もうどうするって感じ。なんか中間テストとか期末テストとかの最中とかも、あーもうこれ今夜このままやるか、明日の朝もうめっちゃ早く起きてするかどうしようって悩んでたの思い出した。悩みどころよね。もう夜もう12時とか1時とか過ぎたあたりからちょっと悩み出す。待って、これもう今このまましても頭入らないって思って、ちょっと3時間寝ようかなみたいな。でも結局あんまり早く起きれなくて、もう朝起きてからもうずっとなんか教科書とか見ながら通学中とか必死にやったりしてた時もありましたね。23日の花垂れ公園行きますって。お、23日楽しみだね。さらちゃんの生誕祭楽しみましょう。さらさん結婚は、いや、そうね、
あっという間に来そうだね。5日後。早いって。結婚はいいよ。じゃあそろそろ壇上読もうかなと思います。24はリアルお話し会行きます。24日はとある服でお待ちしてます。楽しみ楽しみ。壇上を読ませていただきます。13位トラさん、12位ヨシトさん、11位ツナさん、10位ケンちゃん、9位ヒューガヒャンさん、8位変わったね。13位ヨシトさん、12位ツナさん、11位ケンちゃん、10位ヒューガヒャンさん、9位ショウイチさん、8位カズサさん、7位ユズキチさん、6位ヨウちゃんさん、5位トラさん、4位立花隼人さん、3位山井さん、2位もやし生活さん、そして1位はお疲れさんです。ありがとうございました。パチ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 。明日大吉の方はアッキーザラ大好きマンさんです。おめでとうございます。はあ、ちょっともう今日は猫耳でメンタルが大きく削れてたのでもうこれはダンスは明日になるかもしれんな。じゃあね。みんな日曜日今日もお疲れ様でした。明日からの1週間も頑張っていきましょう。はい、ちょっとこの後頑張ります。ちゃんとちょっと頑張りますということで、じゃあおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。バーイ。お話し会もありがとうございました。